シャトル・ミール計画はアメリカとロシアによる共同の友人宇宙飛行計画。ロシアの宇宙飛行士、コスモノートがスペースシャトルでアメリカの宇宙飛行士、アストロノートがソユーズで宇宙ステーション・ミールに訪れるなどの宇宙飛行が行われ、ミールでの長期滞在などを行った。この計画はフェーズ1とも呼ばれ、アメリカ合衆国が 長期の宇宙飛行の経験を持つロシアから学び、NASA とロスコスモスの間の協力精神を養うことを意図していた。計画は1993年に公表され、1994年にミッションが始まり計画完了の1998年まで継続された。スペースシャトルの飛行11回に加え、ソユーズの飛行も行われ、7回のアメリカ人、 宇宙飛行士の長期宇宙滞在によって、アメリカの宇宙飛行士は累積でほぼ900日間宇宙に滞在した。計画の実行中には両国によって多くの初の事柄が成し遂げられた。アメリカの宇宙飛行士が初めてソユーズで打ち上げられ、史上最大の宇宙ステーションが組み立てられ、アメリカ人がロシアのオーラン宇宙服を着て宇宙遊泳を行った。計画は4年間続いたが、 火災とプログレス衝突事故によるミールの安全性、問題、ロシアの宇宙計画の財源喪失による問題、計画管理者の態度に対する宇宙飛行士からの不満などから計画は中止されることとなった。米ロ両国の宇宙ステーションの合同運営の実績は宇宙ステーション建造のためのノウハウや宇宙事業での国家間の共同作業に関する知識、リスク回避の方法論や 文化の違いをどう埋めるかなどの分野にとって大きな経験となり、現在の国際宇宙ステーションのより円滑な建造と運営をもたらした。一方で、計画中に発生した様々な危険なリスクに対して支出する資金に対してのリターンが少ないこと、ロシアの資金を第一とした宇宙計画やアメリカの目標意識の薄さ、対応の悪さなどで批判が大きい。計画は、 さらなる国家間の宇宙事業協力の道への下準備となり、特に続く国際宇宙ステーションの建設計画はフェーズにともされる。シャトル・ミール計画は様々な国の宇宙ステーション計画の団結を象徴する多国間の宇宙ステーション計画の一部として考えられ、その期限は冷戦時代に遡る。1980年代初期。 NASA はソ連のサリュートやミール宇宙ステーションに対抗して、モジュール式のフリーダム宇宙ステーションを計画していた。同時期、ソビエトは1990年代にミールに変えてミール -2 を建設することを計画していた。しかし、予算と設計の制約のためフリーダム基地は、モックアップと小規模なテストにとどまり、ソビエト連邦の崩壊とそれに伴う冷戦と、 宇宙開発競争の終了を理由に進展せず、フリーダム基地計画は、アメリカが州国会員で禁止され、キャンセルされた。ソビエト崩壊後の経済混乱の中にいた、ロシアもまた見ーるマイナスに計画の中心となる、ドスマイナス8を建設した後に計画を中止していた。他国も同様の予算上の難問に直面していたため、アメリカ政府関係者は1990年代の はじめに共同的で多国間の宇宙ステーション計画を始めるため、ヨーロッパ、ロシア、日本、カナダなどとの交渉を開始した。1992年6月、アメリカ大統領ジョージ・ H.W. ブッシュとロシア大統領ボリス・エリツィンは宇宙空間の平和利用のための研究と利用の協力に関するアメリカが主衆国とロシア連邦の合意に調印し、 宇宙事業の共同運営に合意した。この合意によって、共同宇宙計画の設立が行われ、アメリカの宇宙飛行士がロシアのミールに乗り込み、二人のロシア宇宙飛行士がスペースシャトルに乗り込むことになった。1993年9月、アメリカ合衆国副大統領、アルゴアとロシア首相、ビクトルチェルノムイル人は、新しい宇宙ステーション計画を公表した。また、 コード名へ、フェーズ1のもと、今後のミール運用に大いに関わる計画に向けて準備することを合意した。計画によって、スペースシャトルが11回にわたってミールを訪れ、クルーと物資運送を循環的に行った。また、STS-74 では、ドッキングモジュールとタイになった太陽電池を含むミールに、新しい部品を運んだ。シャトル飛行中と、 ステーションでの滞在中に様々な科学実験が行われた。計画では、スペクトルとプリローダの2機の新しいモジュールのミールへの打ち上げも行われ、これらのモジュールはアメリカの宇宙飛行士にリビングと研究室として使われ、アメリカの大部分の科学実験がここで行われた。また、NASA とロスコスモスは、双方ともに宇宙事業での国際共同作業がどうすれば最良で、 あるか、軌道上の大規模ステーション組み立てに関するリスクをどう最小化するかについて多くのことを学んだ。計画はアメリカ政府の一部の政治的策略としての役にも立ち、NASA がロシアの宇宙計画での不自由な資金調達を援助するための外交経路を提供した。これはロシア政府がミールの運用を維持すること、加えて 全体としての宇宙計画を維持することを可能にし、ロシアとアメリカとの友好をもたらした。ミールでの長期インクリメントを成し遂げた7人のアメリカの宇宙飛行士シャトル・ミール計画は、シャトルによるミールへの飛行に加えて、アメリカの宇宙飛行士がミールに長期滞在を行うインクリメントに特徴があった。ノーマン・サガード、シャノン・ルシット、ジョン・ブラハ、ジェリー・リネンガー、マイケル・ホール、デビット・ウルフ、 アンリ・トーマスの7人の宇宙飛行士がインクリメントに参加している。それぞれの飛行士はロシアのスターシティで準備訓練を始め、ミールやステーションへの輸送と機関に使われるソユーズの中での活動における様々な検知からの訓練を受けた。宇宙飛行士たちはミールの外での宇宙遊泳を行うための訓練やミッション中にロシアのミッションコントロールセンターと更新し、 同乗している他の宇宙飛行士との会話に使うためのロシア語の授業などを受けた。ミールでの長期滞在の間、宇宙飛行士は作物や結晶体の生産などの様々な実験を行い、眼下に見える地球の写真を100枚以上撮影した。また、火災、衝突、電力喪失、制御不可能な回転、空気漏出など老朽化したステーションの維持と修理を支えた。 アメリカの宇宙飛行士は計画全体でほぼ1000日近くをミールで過ごし、NASA は長期宇宙飛行について特に宇宙飛行士心理学やステーション滞在クルーにどのように実験計画を手配すべきかなどの分野での多くのことを学んだ。ミールの外観、STS-91 後のディスカバリーより、ミールは1986年から1996年に かけて建造された世界最初のモジュール型宇宙ステーションで、クルーが常時滞在している最初の長期滞在型研究ステーションであった。以前は344日間宇宙に人を滞在させ続けた記録を保有していた。ミールの目的は大きい荷重の科学研究室を宇宙で提供し、インターコスモスなど他国間での協力を通して、 様々な国の宇宙飛行士や宇宙機関と国際的な関係を作ることであった。ミールは以前にソ連によって打ち上げられたサリュート型宇宙ステーションを基礎にしており、主にロシアの友人ソユーズ宇宙船トップログレス補給船によって人員の配備や資材の輸送が行われていた。ブランはミールへの打ち上げが見込まれており、無人飛行実験館で行われたが、 ソ連崩壊に伴って中止された。スペースシャトルはブランのために計画されたアンドロジナスドッキング部にアメリカのフリーダムステーションとの接続のために設計されたブラケットで固定していた。シャトルとミールのドッキング中はシャトルもステーションの一部となり一時的にリビングや作業領域を拡大していた。ミールとシャトルを合わせたステーション全体では 重量は250メトリックトンに達し、世界で最大の宇宙機となった。なお、ステーションは、軌道上にあり続けたが、2001年3月23日に、計画的に大気圏に再突入し処分されている。上から見たアトランティス。STS-79 の発射を稼働式、打ち上げプラットフォームで待つ。NASA のスペースシャトルは公式には、 宇宙輸送システムと呼ばれるアメリカ合衆国の最新型の有人打ち上げ機であった。合計5機の実用オービターが建設され、このうち3機が2011年の引退まで使われた。オービターは有力であり垂直に打ち上げられ、低軌道へ5人から7人の宇宙飛行士と2万 3000kg の米ロードを打ち上げることができた。ミッションが成功すると軌道から離脱して、 地球の大気圏に再突入するために再度、推進装置に点火し、降下と着陸の間を帯びたのグライダーとなり、無動力で着陸する。スペースシャトルは、再使用型宇宙を換気として設計され、実際に使用された最初の宇宙機であった。大量のペイロードを様々な軌道に打ち上げることができ、シャトルミールと、後の ISS 計画にかけて、クルーのローテーションと、 様々な物資、モジュール、設備などの輸送を行った。シャトルは100回打ち上げ、10年運用を計画寿命として設計された。シャトル・ミール計画の実行中、ミールにはディスカバリー、アトランティス、エンデバーの3機が到達し、特にアトランティスは1995年から1997年にかけて7回連続でミールへのミッションを行った。 コロンビアは最も古いオビタで、重量も重く51.6度の軌道角を持つミールには、効率的な運用ができず、ステーションとのドッキングに必要な外部エアロックが備わっていないなどの条件から、ミールとのドッキングは行わなかった。シャトルミール計画の始まり STS-60 ディスカバリーの打ち上げ。シャトルミール計画最初の飛行である。 シャトルミール計画は1994年2月3日にスペースシャトルディスカバリーの STS-60 での打ち上げで始まった。8日にわたるミッションはこの年最初のスペースシャトル飛行であり、セルゲイ・クリカレフがロシア人宇宙飛行士として初めてスペースシャトルを使った宇宙飛行であり、宇宙開発競争開始以来宇宙事業で最大の米ロ協力強化の始まりとなった。 このミッションは、有人宇宙飛行に関する国際合意の第1回目の飛行であり、スペースハブ予圧モジュールの2度目の飛行、ゲットウェイスペシャルの100回目の飛行であった。ミッションで最大のペイロードは、新型半導体白膜の生成のために設計された鉱石保護設備であった。WSF はミッション中に、ディスカバリーのロボットアーム先端につけて実験が行われた。 ミッションの間、宇宙飛行士たちは、ディスカバリーのペイロード米に乗せられた、スペースハブモジュールに乗って様々な試みを実行し、ミールのクルーであるワレリー・ポヤコフ、ビクトル・アファナシェフ、ユーリー・ウザチェフの3人との間で、同時双方向音声通信とダウンリンクによる、ビデオ中継が行われた。ミールの外観、STS-71 の終了後、ドッキング解除後のアトランティスから、 1995年2月3日にシャトル・ミール計画2度目の宇宙飛行となったミッション STS-63 でディスカバリーの打ち上げが行われた。このミッションにはアイリーン・コリンズが初の女性シャトルパイロットとして登場し、ロシアのウラジーミル・チトフも登場していた。8日間の飛行は最初のミールとシャトルのランデブー飛行となったため、ミール近郊ミッションとしても知られ、 シャトルはミールと最小11メートルの距離に到達した。ランデブルの後、ステーション近郊を飛行して帰還した。このミッションは STS-71 で行われた最初のドッキングミッションのリハーサルであり、後のミッションで使われる様々な技術と機械部品の試験も行われた。ディスカバリーの飛行から5週間後、3月14日に、 ソユーズ TM-21 の打ち上げが行われ、ミール AO-18 の長期滞在クルーを運んだ。クルーには、ロシアのウラジーミル・デジロフ、ゲンナジー・ストレカロフに加えて、アメリカ人初のソユーズの乗組員として、NASA の宇宙飛行士、ノーマン・サガードが加わっていた。彼は115日間宇宙に滞在し、この期間中には、アメリカ人宇宙飛行士のリビング、ワークスペースとなる。 スペクトルモジュールがプロトンによって打ち上げられてミールに接続された。スペクトルは6 8 0ラム以上のアメリカやその他の国の科学機材を積んでいた。エオマイナス -18 のクルーはシャトルとミールの初ドッキングとなった STS-71 マイナスのアトランティスで地球に戻った。アトランティスのペイロードイに置かれたミールドッキングモジュール。 クリスタルとの接続準備中6月27日に STS-71 でアトランティスが打ち上げられた。最大の目的はシャトルとミールをランデブーさせ初ドッキングを行うことであった。6月29日、アトランティスはミールとのドッキングに成功し1975年のアポロソユーズテスト計画以来の米ロの宇宙機のドッキングとなった。アトランティスは えを -19 のクルーであるロシアの宇宙飛行士、アナトリー・ソロフィエフとニコライ・ブダーリンを乗せており、えを -18 のクルーと交代に、ミールに滞在した。また、スペースラブで、軌道上での米ロ合同の生命科学調査を実行し、ステージョンへの平坦的補給を行った。11月12日には、STS-74 でアトランティスが打ち上げられ、2回目の ドッキングが行われた。このミッションは1995年の最後の飛行で、ロシアの建造したミールドッキングモジュールを運び、太陽電池アレイとその他のハードウェアのアップグレードが行われた。ドッキングモジュールはミールのソーラーアレイとシャトルの衝突を防止するためであり、この問題は STS-71 の際には、ステーションのクリスタルモジュールを違う場所に移動させる。 ことで克服されていたが、この手順を行わずに済む、要シャトル側に余裕を持たせるために設計された。ドッキングモジュールはクリスタルに取り付けられ、以後のミッションでは移動の手順は行われていない。また、4 5 0ラムの水がミールに運ばれ、実験資料となる血液、尿、唾液などが地球に持ち帰られた。プリローダについたトラバースレーダーアンテナ、 STS-79 時に撮影3月22日に STS-76 でアトランティス打ち上げが行われ3回目のドッキングが行われたこのミッションでは2人目のインクリメント飛行士としてシャノン・ルシットがエオ -21 のクルーとしてミールに到着しこれ以降はアメリカ人も継続的にミールに滞在しているミッションでは スペースハブモジュールの開発を通した補給能力の証明とミールのドッキングモジュールに載せられる実験パッケージが配置が行われた。また実験パッケージによってミールの周辺で初となるの宇宙遊泳が達成された。宇宙遊泳はアトランティスのクルーキャビンから行われ、組み立てミッションに備えての様々な経験が積まれた。ルシットは アメリカ人で初めてステーションに滞在した女性になり、シャトルの固体燃料ブースターの問題が発生したために、インクリメント期間が6週間を延長され188日間となり、アメリカの単独宇宙飛行の記録を打ち立てた。ルシットのミール滞在中には、アメリカの科学ハードウェアを積んだプリローダモジュールがミールに増設された。ルシットは28の科学実験を行うために、 プリローダとスペクトルの両方を使用し、プリローダはリビングとしても利用するようになった。STS-81 でのドッキング。クリスタルにドッキングモジュールを介してつながったシャトルの一部が見えている。9月16日に STS-79 でアトランティスの打ち上げが行われ、4回目のドッキングが行われた。このミッションではジョン・ブラハがインクリメントとして、 ミールに到着し、ルシッドと交代となった。また2台のスペースハブモジュールを運ぶ、初のシャトルミッションとなった。また、アトランティスの燃料電池から発生した水や、超電導、人工軟骨開発、その他の生物学等での研究調査を含む、実験用品を含めて 1800kg を超える物資がミールに輸送され、 910kg ほどの実験資料と機材が見えるからアトランティスへ移し替えられた。これは現在に至るまでで最も大規模な輸送となっている。ブラハはドッキングしたスペースシャトルのための移動手順、長期滞在アメリカ人クルート、ハムアマチュア無線通信の引き渡し手順など、いくつかの分野のステーション改良作業のために滞在した。彼の見える滞在中には、 基礎ブロックに取り付けられてから12年間使われた太陽電池アレイから電力コネクターを取り外し、より効率的で新しい太陽電池アレイに再度接続することを目的として2回の宇宙遊泳が行われた。ブラハは、ミール -22 のクルート合計で4ヶ月118日間、ミールに滞在し、物質科学、流体力学、生命科学などの研究を行った。 彼は翌年、STS-81 で地球に帰還した。1997年1月12日に、STS-81 でアトランティスが打ち上げられ、5回目のドッキングを行った。これはこの年最初のミッションとなり、ジョン・ブラハと交代で、ジェリー・リネンワーが、ミールに滞在することになった。アトランティスのクルーは物資をミールに運び入れ、シャノン・ルシットが上、 宇宙で収穫された小麦を地球に戻した。ドッキングしていた5日間、クルーは、ミールに 2700kg の補給物資を運び込み、1100kg の物資をアトランティスに戻した。STS-81 のクルーは、国際宇宙ステーションのズベズダに使うために、設計された、シャトルトレッドミル振動絶縁と安定システムを、試験した。 ISS の最上昇のための高学データを集めるために、シャトルとミールの接続中に、シャトルのバーニアジェットスラスタの使用が実験された。ドッキングの後、アトランティスはミール周辺での飛行を行い、地球へ帰還した。火災によって炭化したパネルリネンガーは、外国のステーションであるミールから、ワシリー・ツブリーフと共に宇宙遊泳を試み、 ロシアの製造したオーラン宇宙服使用した最初のアメリカ人となった。エオ -23 長期滞在のクルーであった3人全員がソユーズ宇宙船の周辺を飛行し、最初はステーションに取り付けられていたドックから手動で飛行で宇宙に出て、さらに再度違う場所から宇宙に出ている。これによってリネンガーは2機の宇宙ステーションの異なる機体から、 宇宙へ出た初めてのアメリカ人となった。一方、この期間中クルーであったリネンガーとチブリエフ、ラズドキンの3人はいくつかの問題に直面することになった。最も大きなものはバックアップ酸素発生器で発生した火災であり、これによって船内システムに様々な障害が発生した。その他、長距離手動ドッキングシステム取るテスト中のプログレス補給船とのニアミス。 ステーション電力の全喪失などが発生した。電力喪失は、姿勢制御能力の喪失の原因となり、宇宙で制御下にない回転を引き起こした。5月15日に、STS-84 でアトランティスが打ち上げられ、6回目のドッキングを行った。このドッキングでは、リネンガート交代で、アメリカ人宇宙飛行士のマイケル・フォールとロシア人の、 ミッションスペシャリストのエレーナ・コンダコワがミールに乗り込んだ。また、クルーは249品の物品をミールとシャトルの間で移動させ、水、実験資料、物資、ハードウェアなどが運び込まれた。ミールに移動された最初の物品は火災で失ったエレクトロン酸素発生器であった。また、3月21日のドッキング解除のための 交代中に将来予定される餌の欧州補給機と ISS のランデブー用に設計されたヨーロッパ製のセンサー装置からのデータ収集を目的として3度停止した。損壊したスペクトルモジュール部のソーラーアレイ。1997年9月のプログレス衝突によるもの。ホールのインクリメント期間は6月25日までは順調に進んだが2度目のプログレスの 手動ドッキングシステム取るの試験の際に補給船がスペクトルモジュールのソーラーアレイに衝突した。モジュールの船体外部は打撃で破損し、ステーション全体の余圧が失われる傷ができた。これは有人宇宙飛行の歴史上最初の軌道上での気圧効果であり、クルーはステーションを見捨てないで済むように即座にスペクトルとつながるケーブルを切断し、ハッチを閉めた。 これによってスペクトルモジュールを除いてステーション内の余圧は安定したが一方でスペクトル内に保管されていたホールの実験具や個人的成果は真空の中で閉じ込められた幸運なことに食料、飲料水素の他の生命維持用物資は他のモジュールに蓄えられておりホールによる回収、再計画の努力と両国の科学の共有によって 研究データと研究能力の喪失は最小化された。スペクトル切り離しによって電力とシステムが喪失されたが、これを再生させるために空気の抜けている穴を探す試みとして、ミッションの後半でアナトリー・ソロフィエフトッパーベルビノグラードフが引き上げ作業を行った。彼らは ITA と呼ばれる宇宙遊泳で空のモジュールに入り、 ハードウェアの状態とスペクトルからステーションの船出へ続いていたケーブルを点検した。これに続いてフォールとソロフィエフは6時間のエヴァと呼ばれる宇宙飛行を行いスペクトル外部表面の破損を詳しく調査した。この事故の後アメリカ議会と NASA はの宇宙飛行士の安全性からこの計画を放棄すべきかどうかを考えたが NASA の局長であるダニエル・ゴールディンは継続を決定した。 アトランティスの窓から見たミール・ソユーズも見える9月25日には STS-86 でアトランティスが打ち上げられ7回目ドッキングを行った。これは1997年最後のシャトル・ミールミッションとなりホールと交代でデビット・ウルフがミールへ運ばれた。アトランティスのブラジミア・ティトフト・スコット・ E ・パラジンスキーはシャトルミッション中に 初の米ロ共同船外活動を行い、ロシア人がアメリカの宇宙服を着た最初の例にもなった。5時間の宇宙遊泳の間、2人は将来行われるであろうスペクトルの外角からの空気漏れを塞ぐ、試みのために 55kg のソーラーアレキャップをミールドッキングモジュールに取り付けた。このミッションは資料、ハードウェア、古いエレクトロン酸素発生器を地球に戻された。 ウルフは本来最後のミール宇宙飛行士として予定されていたが、ウェンディ・ローレンスの代わりにインクリメントとして選ばれた。衝突事故後の新しい方針が作られ、ロシア側は要求事項としてすべてのミールのクルーが宇宙遊泳の訓練、準備を行うことを求めていたが、ロシアの宇宙服はローレンスに合わず、体に合う宇宙服が打ち上げまでに調達できなかったために、ローレンスは 不適格と判断された。STS-91 でのディスカバリーの着陸。シャトルミール計画の終了をもたらした。1998年1月22日に STS-89 でエンデバーが打ち上げられ、8回目のドッキングを行った。これはシャトルミール計画の最後の年の最初の打ち上げとなり、ミッションではサリザンシャリポフをミールに運び、 デビット・ウルフとアンディ・トーマスが入れ替えられた。ウルフのインクリメントは119日間にわたった。最後のインクリメントの間、トーマスは先端科学、地球科学、生命科学、微小重力実験、ISS のリスク緩和などの分野で27の科学調査を行った。彼のミールに滞在は全計画の中で最も順調に過ぎ、特色は毎週のトーマスからの 宇宙最前線からの手紙ぐらいで、1996年3月の STS-76 以来815日間に、わたるアメリカ人宇宙飛行士の継続的宇宙滞在のマイルストーンを達成し、アメリカ人はミールに合計で907日間滞在した。6月2日に STS-91 でディスカバリーが打ち上げられ、9回目のドッキングを行い、これが、 最後のシャトルミールミッションとなった。エオ -25 と STS-91 のミッションではミールに水を運び、2100kg の実験貨物と物資を交換し、これをもってシャトルミール計画は終了した。ミールで長期にわたって利用されたアメリカの実験用品はディスカバリーに移し替えられた。6月8日9時7分にハッチは閉められ、ドッキングが解除され、 12時1分に2機は分離した。ミールの遺産たる国際宇宙ステーションコアモジュール。1998年6月12日のディスカバリーの着陸によってフェーズ1は完了した。計画中に開発された技術と知識はフェーズ2とされる ISS 計画の初期アセンブリなどの開発を支援した。2009年8月現在、ISS は10の余圧モジュールと トラスによって構成される大規模なもので史上最大の宇宙機になっている。2001年のデスティニーモジュールの到着でフェーズ2は終了しフェーズ3が開始された。フェーズ3は最終的な装備更新で現在も進行中である。完成したステーションは5つの実験室を含み6人のクルーを養うことが可能である。1000立方メートルを超える 油圧区画と400トンの質量を持ち、国際宇宙ステーションはシャトルミールを合わせたよりも2倍以上の大きさになっている。フェーズ2とフェーズ3は宇宙分野での国際協調と特に長久宇宙飛行に関する無重力状態での科学研究などの継続を意図している。研究の結果は月や火星など、さらに遠方への有人探査に関する相当な情報を提供している。 2001年3月23日に、ミールが国際的な軌道離脱を行った後は、ISS は地球軌道で唯一の宇宙ステーションとなった。ミールから得られた技術や知識は ISS に生きており、宇宙探査の分野でご宇宙機関の協力を成し遂げ、月や火星以降の宇宙への進出に備えることを可能にしている。ミール火災発生後、防毒マスクをつけたジェリーリネンガー実現に、 大きな費用と困難があったシャトルミール計画はあまり評判が良くない。計画の危機器は経年劣化したミールの安全性に関するものであり、特に1997年の火災とプログレス、補給線の衝突が挙げられる。火災はバックアップ用の固体燃料酸素発生器の誤作動に、起因し、様々な物資に延焼し、90分14秒の間、燃えた。これによって、 大量の有毒の煙が45分間にわたって船内に充満した。これによってレスピレーターを装着せざるを得なくなったが、最初に装着されたいくつかのレスピレーターマスクは故障していた。モジュールの壁につけられた消火器は固定されていた。火災はクルーのローテーション中に起こったため、 通常の3人より多い6人の乗員がいたが、3人乗りの、そういう図脱出線に入るための道の一つは、火災で閉ざされており、半分の乗員の脱出を妨げた。類似した事故は、初期のミール長期滞在でも起こっており、この時もスフォクが燃えたが数分間であった。ニアミスと衝突事件は、さらなる安全性問題をあらわにした。この2回の事件はどちらもテスト中であった。 取る手動ドッキングシステムの失敗によって引き起こされ、このテストは資金繰りの苦しいロシアが高価なクルーズシステムから脱却するための長距離ドッキング性能試験として企画されたものであった。この事故はステーションの信頼性に対する批判の声をますます強めた。ブレインハモンドはミールに関わる彼の安全を要求したが NASA の職員に無視され安全会議の記録はロックされた。 保管庫から消えた。ミールは、もともと5年の計画寿命で設計されたものであったが、最終的にその3倍の期間にわたって飛行した。シャトルミール計画の期間中と、その後、ミールはその経年劣化に由来する、工場的なコンピューターのデータ破損、電力喪失、操作不能の回転、漏れパイプのなどが起こり、これらは常に、クルーが有利をするところであった。 エレクトロン酸素発生システムの様々な故障も問題になっており、この故障がスフォグへの依存につながったが、スフォグは1997年に火事の原因となっている。スフォグは ISS にも載せられており、問題であり続けている。他に、議論の的となったのは、この計画の科学的リターンの度合いであり、特にこの議論は、スペクトルモジュールの喪失後に大きくなった。 宇宙飛行士、運営者、様々な報道関係者は計画の利益よりリスクが大きいと不平を言い、特に多くのアメリカの科学実験設備はスペクトルに搭載されている事実があったために大きな議論になった。スペクトルの喪失によって多くのアメリカの研究は達成しづらくなり、可能な科学実験を制限した。安全性問題は NASA に未来のざまな計画を再考させたが、 最終的に継続を決定し、この決定は様々な方面の報道関係者から非難された。ロシアの宇宙計画と NASA のシャトルミール計画への姿勢は関係する宇宙飛行士の懸念であった。ロシアの宇宙計画は資金問題のため、ロシアのミッションコントロールセンターの多くの局員は計画用の機材やミールの維持がミールに乗る。 宇宙飛行士の生命よりも重要であると感じていた。ロシアの計画はアメリカの計画とは大きく異なり、ロシアの宇宙飛行士はその日の行動を時間単位で計画されており、行動はスペースシャトルドッキングも含めすべてマニュアル的、機械的に行われ、飛行中に何らかのエラーが起こった場合は罰金のように賃金に反映した。アメリカは スカイラブと初期の宇宙飛行計画でこのような宇宙飛行士への抑圧は生産的でなく計画はよりフレキシブルな形で練られるべきであると学んだ。しかしながらロシア側は考えを変えず多くの者のがこのために労働時間が浪費されたと感じた。1997年の2つの事故の後、ジェリー・リネン側は ロシア当局はアメリカが協力の約束を取り消すことを恐れて事故の意味を軽視し隠蔽を企てたと感じている。大部分の隠蔽はアメリカの宇宙飛行士がパートナーであるのは表面上であり、実際は客なのだと感じさせた。NASA の局員は火災や衝突をすぐには知ることができず、自身が意思決定のプロセスから締め出されていることを知った。 ロシアのミッション運営者が自己責任をすべてはシリー・チブリエフになすりつけることを意図したことで NASA はより積極的な関与を求めた。直後 NASA はかなりの圧力を受けてロシア側のスタンスは変えさせられた。計画中、特に ISS 構築への移行期に NASA の職員は自身が資源と人的資源において限られていることを知り NASA 本部であっても手に入れるのに苦労した。 特に顕著な分野はクルーをミッションに任命することであり、多くの宇宙飛行士はロシアで行われる選抜方法が能力のある人物を最も適合した役割から遠ざけていると主張した。ソビエト連邦の崩壊以後、ロシアの経済は混乱を極め、宇宙開発のための予算は80%近く削減されていた。シャトル・ミール計画の以前も以後も、 大部分のロシアの宇宙財源は、欧州や、その他の国家の宇宙飛行士を飛行させることで得たもので、あり、例を挙げるなら、日本の秋山とヨヒロは、テレビ局が950万ドルを支払って、ミールへの飛行を行っている。計画が始まったことで、ロシアの宇宙飛行士は、自身のミッションが、資金節約のために延期するのを定期的に見ることとなり、年6回のプログレスは3回に減らされ、 ミールの異なる可能性が5億ドルで売り出された。評論家は NASA がロシアといった3億2500万ドルの契約がロシアの宇宙計画存続の唯一の道であり、スペースシャトルだけがミールの高度を保てたことを指摘する。また、スターシティで宇宙飛行士のトレーニングに使われた訓練、手引き書と機器に高額な費用を払うことになった。 ABC のナイトラインでアメリカの資金の使い込みはロシアンマフィアによって資金供給されるはずだったロシア当局のモスクワでの宇宙飛行士の住居の建設計画を NASA が代わりに払ったという別の可能性があることが明らかになったことで問題は危機に陥った。NASA のゴールデンは家庭を守るためにナイトラインの招待に応じたがコメントしなかった。 NASA の対外部門は、ロシアのやることは、ロシアの資金でやることが彼らの仕事ではないかと伝えている。ありがとうございます。